はい、皆さんこんにちは。今私はどこにいるかというと、ポーランドのワルシャにいます。ポーランドワルシャということで、今日は、ドイツのフランクフルトから、こちらに移動してきました。ドイツのフランクフルトからということで、 LOT ポーランド航空で、飛行時間は1時間35分ほどだったんですけど、移動してきてということで、今回で3回目ですね。6年ぶりです。ヨーロッパが6年ぶりなんですけど、前回来た時もこのワルシャワ来てるんですけど、まあ、今回は、まあ、いつもは、飛行機ではなく鉄道で来ててね、まあ、前回ベラルーシなんか行った時なんかも飛行機往復したりもしましたけど、飛行機でフランクフルトから飛んできました。ドイツに関してはまたね、戻る予定なので、他の都市行こうと思ってるので、また戻ります。で、ポーランドということで、一旦また別の国に出てまた戻ってこようと思ってるんですけど、あさってある国に行きます。これはメンバーシップの方に伝えさせていただいてるんですけど、これからね、またそのいろいろと実情としてね、いろいろと現地出力動画を含めてアップしていければなと思ってるところです。前回泊まった時はプラガ地区だったんだけど、今回は中央駅から近いところですね、泊まってます。前回プラガ地区泊まったら、結構プラガ地区って結構危ない地区だったんですけどね、知らなくて泊まってたんだけど、結構危ない感じの実感でさっき行ってきたんですけど、で今回は中央駅の近くということで、まあ、明日にはポーランド別都市移動して、そこから別の国に行く予定なんですけど、また徐々にまあ報告できればと思ってます。明日の朝、次の国どこに行くかってお伝えさせていただければと思っているので、その中でまた楽しみに、ね、していただければと思います。ポーランド懐かしいですね。 LOT のポーランド航空が今直行が出てるのかな、まあ、久しぶりに LOT ポーランド航空で、機材がエンブライルだったんだけど乗ったんですけどね。まあ、とにかく、今回、周遊で、ドイツにして2カ国目、ポーランドですね、なりますけど、また暑いですけどね、いろいろと現地実力動画含めて、さっきプラガ地区行ってきたんで、そのプラガ地区のちょっと危ない地区なんですけど、その動画もアップできればと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、本格的な夏が始まって、すごく暑いですね。一方も熱中症とか結構流行ってると思うんだけど、皆さんぜひ熱中症にならない水分はこまめにとっていただいて、そして夏にね、結構海外出れる方もいらっしゃると思うので、ぜひ楽しんでいただければと思います。ということで、また実力動画という出しておきますね。失礼します。